はい。では今日はですね、佐藤式リンパケアインストラクターのリンパケアサロンフィオーレを主催されていらっしゃいます、篠原佳代さんにお越しいただき、インタビュー、お話を伺わせていただきます。篠原さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速ですが、篠原さんの夢やビジョン、どのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？はい、そうですね。まあ、すべての人が自分自身のありのままの輝きをどんどん放っていって、自分らしさをですね、大切にして、その人生を創造して作っていけるような世の中になっていけば素敵だなというふうに思っております。本当にすべての人が自分らしくありのままに、まあ、輝く、その人生が歩めるようになることを実現したいというのが篠原さんの夢なんですね。はい、ではですね、その夢をですね、具現化するために、どんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？そうですね。私のやっている佐藤式リンパケアっていうところがですね、どうしてそれをやってるかっていうのが、すごくもう本質的な、体のですね、本質的なところの改善というかケア方法をお伝えしているんですけれども、やっぱり自分と向き合うっていうところ、自分の体を通してですけれども、自分らしく生きていけるような、そこから内なるエネルギーをですね、発信させれるような、ものになっているので、その素敵な佐藤式リンパケアをまだまだ知らない人っていうのはたくさんいらっしゃると思いますので、私らしく、私も私の自分らしさを失わずに、そこをおひあの伝えていけたらなっていうふうに今活動しております。じゃあですね、もう本当に出会う方がどんどん自分らしくそうやって生きていくことをサポートしていくっていう、そんな思いで、まあ、計画を立ててらっしゃるようなんですが、そのですね、目標計画に対して現在どのような活動指針を持って、どのような基本活動をされてらっしゃるんですか？活動指針っていうのはそこまで具体的にないんですけれども、本当にもう私の方がですね、とにかく楽しむ、まずその伝える側としては、自分が本当にいいもの、本当に大好きなものっていうことをですね、自分が楽しんでないと伝わらないと思ってまして、そういう部分ではですね、その自分の直感とか、ときめきとか、あともうワクワクすることとかですね、そういう感じる部分を本当に大事にしています。で、これをお伝えすることによってですね、やっぱりなんだろうとか、変なものじゃないかなとか、ちょっと半信半疑で来られる方とかもいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりお伝えする以上は、もうその学ばれるにしても、それを知るっていう部分で、私はその安心して情報を提供できる場所を作っていきたいなっていうことは常々思っております。じゃあ、活動指針としては、その佐藤式のリンパケアを通した安心の場というのを提供しながら、皆様がより良い自分らしい人生を歩む、そのサポートをされてらっしゃるということなんですそうですね。ね。どうしても心と体ってつながっているので、体のケアをしているんですけれども、やっぱり体調が今日は悪かったら、どこにも出かけたくないとかですね、人と会いたくないとか、いろんな、やっぱりもうそのリンクしてるんですよね。で、体が軽くなると、本当に心も軽やかになるし、本当にその人と人とのつながりっていう部分は、一番私が
ずっともうその信頼関係とかそういうところはもう大事に大事に思っているところなので、はい。そういうなんか心のつながりが体のケアを通して生まれてくると思っております。じゃあ安心安定の場というのは、その信頼関係を大前提に、その土台にしたっていうところにすごい紐づいていて、そこから本当に心と体の健康をサポートしたいという思いがあられるんですね。なるほど。ではですね、そんなですね、現在の活動をでされてらっしゃると思うんですが、このですね、夢をそもそもですね、お持ちになったきっかけは何でしょうか。そしてそこにはですね、どのような発見や出会いがあったんでしょうか。はい、そうですね、まあ、もともとですね、エステサロンをやってたんですが、なかなかその左頭式リンパケアっていうものと、そのエステでオイルリンパマッサージっていうの、全くの別物なんですね。で、そういう観点からとか、あとは、まあ、ほとんど、まあ、自分のその人生経験といいますか、まあ、病院に勤めていただくこともあって、すごくそのお薬で治す、注射で治すとか、そういうなんか局所を、部分的に見るのではなく、体全体のこう循環を良くしていくっていうのが、すごくなんかフラクタルでですね、自分の循環が良くなると、その循環っていうのがなんか家族に伝わったり、自分の身の回りで起きてきたりとかですね、いいサイクルが生まれるような、なんかそういった自分の中の体験なんですけれども、そういうことを、まあ、自分の人生経験を通して発見したといいますか。で、本当に、左頭式に出会った時がすごく衝撃的だったんですけれども、本当にもう理論とかも全部腑に落ちて、ああ、もうこれだっていう、何かわからないもう確信というか、その時に、これはもう完全に私の、まあ、虜になったというかですね、もう学びたいっていうふうになりまして、で、現在に至るんですけれども。いや、なんかその学びたいって思われて納得されたポイントってどういったところにあられたんですか？そうですね、なんか、とにかくその体の状態を内側から良くしていくというか、外側からこう薬を塗ったりとか貼ったりとか、そういうケアじゃなくてですね、自分の持ってるそのものというか、生命力だったりですね、自然治癒力だったりですね、人間ってすごく素晴らしくて、機能が、細胞も全部生きてるんですよね。で、この、みなぎる自分の力っていうのをすごく好きですね。じゃあ今までやってきたものとの大きな違いっていうのは、その自分の外からこう影響とか外から作用するものではなくて、自らの本来中にあるものを活用して元気になったり、そのフラクタルさせていって周りにもいい影響を与えていくっていうところが、今までの学びだったり手に取ってきたものと明らかに違うっていうものがに確信を得たっていうところが大きなポイントだったそうですでね。すね。で、もう一つの魅力は誰でもできちゃうんですよ。で、やっぱりケアってお手入れっていう意味があるんですけれども、リンパケアっていう、お手入れをやってるんですけれども、自分の手で自分の体をいたわる、自分の家族をいたわる、もう本当に子供がお腹が痛いって言ったらお腹をさすってあげるとか。なんかその感情が溢れて、この手によってまたそのエネルギーで、
いい子いい子ってこうなでなでしてあげたりとかですね、うん、そういうなんかもう当たり前に持ってる力だと思ってるんですよ。はい。特別に私がすごいとかいうわけではなくって、誰でもできちゃうので、うん、そこもすごく魅力的でした。なるほどですね。じゃあまあ本当に誰か特別な人だけができるものでなくて、誰でも手に入れられて誰でも活用できるっていうところにさらに魅力を感じたということなんですね。ありがとうございます。はい、はい、ではですね、そんなですね、出会いと革新があったその発見や出会いの背景には何があったんでしょうか。もうこれもさっきと重複しちゃうんですけれども、本当になんかもう自分の人生そのもの、はいはい、自分のその経験がなければ、はい、ここに至ってないなっていうのは本当に思ってまして、はい、やっぱりその、どうなんだろうな、いろんな生きている以上はですね、いろんなことが起こり得ますけれども、はい、やっぱりその、大変だった時期とか、はい、まあ辛いこととかもいろいろある上でですね、はい、なんかそのこと自体が悪いことでも何でもなくって、うん、通過点だったというふうに思っててですね、はい、うん、でその経験があったからこそ今の考えがあったり、この強さとか優しさっていうのもそういう自分の経験の中で培われてきたものなので、私はなんかその背景をすごく大事にしたいなと思ってます。では自分の今までの人生の経験や体験すべてがここに出会うきっかけだったっていうふうに、もっと言えばですね、はい、6年前になるんですけれども、はい、父親が急性心筋梗塞で、はい、急に亡くなってしまったんですよ。はい、でやっぱりその時に、すごく私も急だったしショックで現実を受け入れられなくてですね、はい、なんかこう大きな穴が開いたままになってて、はい、なんで何優しい言葉とかそういうものでも埋まるものではなくてですね、はい、一番なんかその辛い時に、うん、自分でそのハッとしてこのままではいけないって、子供が4人いるんですけどね、はい、やっぱりその子供たちも同じ悲しい状況にもかかわらず私だけがこう泣いてもいられないし、うん、なんかその時にですね、すごく自分のやりたいことをやろうって思ったんですね。でその前まではずっとそのパートで勤務をしてたんですけれども、はい、やっぱりその思い切った時に やりたいことをやっていこうっていう決めた時にですね、仕事職場を辞めて、はい、自分でサロンを経営するんですけれども、はい、そこからまたいろいろと思うようにいかなかったりですね、はい、いろいろ経験をしながら出会ったのが佐藤式リンパケアですね。ではいろんな人生の中の経験体験がもちろんその気づきのきっかけだったけれども、でも一番の大きな後押しをしてここまで来れたのは自分のやりたいことをやるんだっていう、その自分自身の心に正直にあったっていうところでこの佐藤式との出会いがあったということで、ね、そうですね、うん、なるほどですね。いやー、だからなんかそんな風に力強くなんかあられるんだなっていうのを今日はすごいお話伺わせていただいて思いましたけれども、だからこそなんかこう人がありのままで自分らしくあることにすごいなんかこう可能性を見てらっしゃるし、その生き方が誰でもできるっていうところに確信もあって、そのまあアプローチはリンパのケアというところですけれども、実はそこには外側のケア、体のケアだけではなく内面の心っていうものが常に一緒に
あって、その子にケアが施せるっていうところに価値を持って活動なさってらっしゃるんですね。はい、そうです。いや、素晴らしいお話聞かせていただきありがとうございましたなんか私も今日はすごく元気をいただきました。はい、はい、ではですね、今日はですね、篠原さんにはもう素敵な本当にお話を伺わせていただいたんですが、このですね、リライズショートストーリーのこのインタビューをご覧いただいているですね、視聴者の皆様に最後にですね、一言コメントをいただけますでしょうか。そうですね、せっかくいただいている、生かされている命がみんなにあるわけで、もう本当に、おぎゃーって生まれてきた時からですね、みんなから祝福されておめでとうって生まれてきた命なので、本当にそのままをね、生きていいんだなっていうのをお伝えしたいです。うまく言えないけどいや、伝わりましたよ、はい、だからもう幸せにもうその生きてるだけで幸せなので、究極は。はい、はい、ありがとうございました。では本当に今日は素敵なお話聞かせていただきありがとうございました。ありがとうございました。